雰囲気ですね。いや、いいっすね。ね、ちょっと待ってみましょう。雰囲気いいっすね。これははい、はいなんですかね。うん、でもなんか今までなんかやってそんな感じしないですか。そうですね。うん、しね。あ、結構いい。なんか新しいな。新しいですよね。え、何年になってますか。23年。あ、これか。3年前か。なんか疲れてると。なんかね。大事現場用の。ね。シャブじゃないですか。なんかね、いっぱいありますよ。なんかね。石膏ですね。ね。石膏。石膏。どこ行ったの？いけ。ゴスンってきた。ん？どうやって上がるの？あ、ここから？こっからか。滑る。おっとね。すごいですね。小学校18年。うわ、やばいよ。やばい。やばい。結構やばいですよ。真ん中端っこですね。どうあれがあるから、ね、うん。ここもそうですよね。こことここなら硬いから。カメラ。もう倉庫になってる。玉がありますよ。電気のね。雰囲気ありますよね。畳んでるね。床がね。こっちも落ちてますもんね、うん、向こうはやめとこうかな。そこなんですけどね。ここは危ないですよ。こっちから来た方がいいかもしれない。盛り上がって。あっちやばいですよね、なんかね、うん、外やばそうですね。バキッといいですよ。腐ってるよ。あ、こっちなんだ。あ、ここもやばそう。あ、真ん中だったらいいですね。まあ、超なんか線があるんで、そこの位置だったら行けるみたいです。あ、こっちは大丈夫だ。ピアノがありますよ。ピアノ。うわ、これも古いな。ベッドだよ。こ
保健室ですか、これ。そうですね。なんか黒電話だし。あ、古い。古いですよね、これね。予算。あ、オルガンは。オルガンね。ならないですよ。ならないですね。壊れちゃいますよね。太鼓は。すごいね。あ、みんな俺があるんだ。柔らかいですよね、場所に。来年も来るぞ。あ、ここなんかやばそうだな。足場がやばそうだな。作りは一緒ですね。なんかあるの、うん、こうなってんだ、うん、結構広いっすね。なんか上の方が綺麗ですね、下とか。なんか出ていいかもしれないですね。あ、なんか怪しいな、腐ってる腐ってる。こっち側の方がいいかな。こっち側の方が強い。そうですね、うん、やばそうっす。やばそうっすよ。ここも腐ってる。やばいな。ただこうなってるだけですよ。体育館ですよね。すげえ、ね、結構すごいっすね。すごいっすね。感動だわ。感動ですよ。昔幼稚園うちの住むのあったですか、はい、あそこもこんなのあります。あ、本当ですか。もう壊しちゃったけど、はい、さ、2年前ぐらいに。感動すごいね。小学校ですもんね。本の嵐なんすか。木。あ、木か。なるかな。総得点。すごいな。うん。アンティークだな、みたいなものが。ねえ。何これ。ん？日本館。ねえ、なんすか。これなんすか。あっちの感じか、うん、あれの感じか、うん、あら、こっちにも降りれるんだ。降りれるみたいですよ。これなんですか。すげえ、なんか超でかいじゃん。でかいっすよね、これ。
や、なんか倉庫みたい。本当だ。なんかいるんだよね。外に出ちゃったかな。向こう行ってないですもんね。行ってないですね。向こう行きたいですね、なんかね。なんだこれ。あ、こっち側からなんだ。また登んなきゃなんですか。あ、でも登る階段あります。ん、そこどこ。あ、でも戻れないような感じですよね。あ、あ、そこから来たんだよね。あ、そこから、そこから来たんですよ。え、この上ですよね。ここから来たんですよね。この建物ですよ、中央さん。うん、冷て、冷て。なんですかこれ。慰霊碑。あー、なんだろうな、わかんねえな。なんかの碑ですかね。そうですね。すごいな。なんかの木っぽいですね。なんか火ですね。あ、こっからも行けんだね。なんだ。大丈夫です。大丈夫です。こっからまた入れますもんね。あれ、こっち行ってないですよね。うん。あ、すごいですよ、ここ。本とか。あ、ちょうど玄関の下なんですね。下なんですね。これ薬品じゃないですか。日東ケールって何ですか、これ。乾燥剤だって。チョークとかありそうですね、なんか。うん。なんかテスターっぽいな。うん、テスターっぽいですね、なんかね。うん。理科の科学科あれですかね、うん、理科とかの。これなんですか、バッテリー、ダイナマイトとかなんかこんな感じじゃないですか。なんですか、なんですかね、これね。56って、あー、なんか測定器のやつ。測定器の、ね、湿度計とかそういうのですね、はい、なんかね、わかんない、わかんないですね、はい、材料置き場、うん、もう多分使わないでしょうね。資材室、資料室、資料室ですかね。これは何ですか。わかんないです。下手に触んない方がいいです。ね。これやばっぽいですけどね。これみんな材料ですね。うん。セメントの砂。ね。セメントですね。あ、書いてあるか。鉱山のあれかな、うん、分子模型とか、なんか、なんか息苦しいですよね、こうね。そうですね、なんかね、うんうん、そういうなんか実験室だったのかな。そうですね、なんか位置測定、鉱物標本、うん、なんかのあれなんですよね。取って鉱山のやつ取ってでしょうね、測定ですかね。ね。高血糖。うん。なんかこの中に、あ、分かった。終わりました。あれ渡ってきたんですよ。ですよね。ここから入っていきます。そうですね。あ、これ入れねえわ。入れる、入れる。あ、でも潰れてるんですよね、ここね。潰れてるんです。こっちね、危ないやつですよね、エリア的に。上上がっちゃいましょう、こっち上の方がいいですよね、これ。危ないね。やばいっすよ、そこやばいっすよ。例えばみんなやばいじゃないですか、いきなりやばい。あ、こっち行けないな。こっち上から行きましょうよ、うん、確実に無理ですよね。来ちゃってますね。ここはしっかりしてない、意外と。意外としっかりしてない。そうですね。うん。
二、うん、人どこ行ったんですか。ここから出してるんですよね。そうですね。ですね。その奥行ってないですね。こっち行ってないですよね。なんかこれ和室。なんだろう。掛け軸の借りそう。ですね。走ると危険です。荒れてるね。ミシンですか。ミシンですね。あ、ミシンですね。ミシンっぽいけど、ミシンですよね。ミシンですですよね。昔のミシンだ。古いな。絵の具だ。すっごいガラスがあったよ。絵の具っすね。何ですかこれ。なんかの電気ですね。電気ですね。うん。これです。うん。塗料ですね。なんかとにかく足場が悪いっすね。悪いっすね。でもしっかりしてますよね。うん、この辺はしっかりしてますね。この間の雪でもやられてる。うん。1階の方がやばいですもんね、はあ、2階がしっかりすごいしてる。ここ広くないですか。なんか向こうにもありませんでした。うん、なんかありました。ありましたよね。こっちか。ちょっと奥から行きますか。あ、来た誰か。何もねえや。下はないっすね。上の方に誰だ。ゼッツさんがいた。ゼッツさんがいた。上なんかある。上、上なんかある。上部屋。こっち行った。まだ行ってないでしょ。体育行った。体育行った。体育はまだ行った方がいい。行った方がいいよ体育。ほら、アキラさんがいた。上中学校ですね。上中学校。下が小学校ですかね。なんか向こう体育ありましたよ。うん、こっち側に。だから一階足場やばいですよ。二階のまだ大丈夫。二階上がって向こうに上がって。うん、一階はやばいですね。でもすげえいい。いいですよ。広いですよ。体育館あるからね。うん。体育館あります。体育館。あ、落ちてますね。志保さんも見て。ああ、本当だ。ここ危ない。これ危ないですよ。上が多分雨だから。うん、ああ、腐っちゃったね。これ危ないわ、うん、こっち中学校なんだ。小中なんだ分かれて。ああ、なるほどね。ここいいっすね。いいっすね。なか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 好きな。なんかね、やっぱ腐ってるね。腐ってる。腐ってるね。あ、本当だ。小倉沢小中学校だ。小学校、高校、あ、中学校ですね。さんの音です。1300で十分です。十分ですか。俺はね、1300で十分です。マジっすか。ほら、こっちですけど。あ、ほんとだ。で、ビデオ、ナイトショットとこを切り替えて、はい、すげえ。ここだから。で、デジカメここで、はい、ポンって見えないけど適当に撮ってするなるほど。ポンってここにハンドルにつけてますよ、うん、ロールさんです。もうこっちね
このおちぶさんに言ったやつをつけて固定して、はいはいはい、意外といいですよね。意外といいですよね、うん、本当はね、もうちょっとこう分厚いステア欲しいですね。あ、そしたら楽ですもんね、2台こう並べて。そうですね。こみますか。あ、いけるんだ。いけますか。コンクリート、うん、コンクリートです。トイレ、どうぞ。いいですよ。トイレの花子さんです。こっち行ってないんですよね。あ、これ行きませんでした。あ、行ってないか。来てないですよね。あまり来てないんでしょうね。うん、でもこれかこうチョークですごい書いてますね。何もないわ。うわ、まだあるよ。長さん、ほら、飾ってある。ほら、すごくないですか。めっちゃうまいんだけど、なんか。うまい。うまいんだけど、リアル。中学、小学生が書いてあるんですよね、多分。めっちゃうまいんだけど。ね、貼ってあるもんな。なんか机が1個あって椅子が1個あるってなんか不気味じゃないですか。ここにあるんですけど、これ定点飲食やってる。クラクションでクラクションでこうやって、あ、いいっすね、これいいですよね、なんかね、雰囲気がすげえいい感じ。なんか映っちゃうんじゃない、電波の電波軽く放送ってみます。やってみました。何も言えないで場所で。あります。全然あるじゃないですか。ありさんですよ。ボリューム切ってたんじゃない。まあボリューム切って。もうだって大体サスケ終わってますもんね。うん。だったらね。ボリューム切っといて、場所言わないで。あ、切れてるわ。死んでるから行けるとか怖って。おさえらっしゃい。あんまり喋れないです。あんまり喋れないです。ジョンさん来た。うん。